先月、県の無形文化財鷺流狂言が海を渡りアメリカで上演されました。山口に伝わる笑いの芸能は現地の人にどのように受け止められたのでしょうか。これはこの辺りに住まい出すものでござる。鷺流狂言が上演されたのはアメリカ・ケンタッキー州のセンター大学です。国のグローバル人材育成推進事業に取り組む県立大学が山口市の山口鷺流狂言保存会の協力を得て先月19日に開きました。センター大学と学術交流協定を結んでいる縁で実現したということです。集まった学生や一般の客400人以上の前で清水、ブス、千鳥の3曲が披露されました。鷺流狂言には家元がなく全国的にほとんど伝わっていない貴重な伝統芸能です。チリ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 やチリチリ男が酒屋の主人をごまかして酒樽を持ち出そうとする千鳥では県無形文化財技術保持者の米本文明さんらが舞台に立ちました。簡単な場面説明が表示されただけで日本語で上演されましたが滑稽な仕草や表情は言葉や文化を超えて伝わったようです。Humor translates like universally. I thought it was pretty cool seeing like ancient traditional Japanese entertainment. That was really cool. 皆さんの熱気というか、なんか楽しそうに見てくれたのがすごく感じられて、本当にアメリカまで来てよかったなと思いました。保存会では日本でも多くの人に見てもらうことで山口の鷺流狂言を後世に伝えていきたいとしています。鷺流狂言は今月22日に山口市の大内小学校で開かれる山寺コンサートでも上演されます。入場は無料ということです。